この驚愕のボリュームのうなぎの量、なんとうなぎ丼のトリプルサイズでございます。はい、前田久保でございます。よかった、本日も楽しく晩酌やっていきましょう。言うでね、今日はちょっと変わった晩酌で、言うでね、その前に今日はこれクリア朝日のこれ入れ物が新しいだったんですか。夏日和いうことで涼しい感じのビールやろいうことで、久々のクリア朝日、これからいっとこう。言うで、チャラッと入れて、ええ感じやね。クリア朝日でっていうことで、本日皆さんお疲れ様でございました。ではでは乾杯でございます。ああ、久しぶりに飲むクリア朝日、うまいわ。懐かしいなという感じやな。でもね、ちょっと待って、さっき入れて、今日は何やねんやったら、うなぎでございます。ようだね、なんでうなぎにしたんやったら、スシローさん知ってる？スシローさんってさ、お寿司屋さんや。そんなことみんな分かっとるわって。ほんでね、スシローさんで見つけたんや。これ、夏の新登場ということでね、こういう丼のメニューがあって、この、これがね、お持ち帰りのテイクアウト専門、テイクアウト専門っていうか、要は、お持ち帰り限定のメニューがあってね、この、うなぎ丼、このうなぎ丼は多分前からあったと思うねん、うなぎ丼。で、これがダブルでなっとって、今回このトリプル言うて、こんなごっついうなぎが乗っかってるのが、発明されました。いうことで、今日はその、うなぎのバカ盛りというか、うなぎ、うな丼トリプル、1520円。ええ値段するやろ。いうで、今日はちょっと贅沢にうなぎで晩酌いとこう。いうで、これがそのうなぎでございます。見てみて、この美しいテカリ、めちゃんこうまそうやない？この驚愕のボリュームのうなぎの量、なんとうなぎ丼のトリプルサイズでございます。ええー、感じやろ、うまそうやろ。もう匂いがな、もうほんまたまらんわ。ええー、匂い。ほんで、ね、これなんか聞いたら15切れ乗っかってるらしいね。これうなぎむちゃくちゃ乗っかってるらしいぞ。ということで、早速ほんならこれ食べよう。食べようはええけど、これほんならどっから行く？これちょっと待って、ここのうなぎあるやろ、こういうのものけて、これのけるでしょ。のけてもほらほら、まだご飯出てけへんのよ。これこのうなぎばっかり、ほらやっとこの下にご飯が出てきたという感じで、もうほんまたらふく、こんなアホのうなぎ乗っかってるで。ということで、まずはちょっとうなぎだけいとこう。うん、柔らかいうなぎやわ。一応電子レンジチンしたからね、柔らかいで、一応ね、このここにも書いとったんやけれども、ね、この商品全部ね、一応丼って書いてあるんだけど、酢飯を使ってるんで、使ってますよということなんで、ご了承くださいということなんで、酢飯が苦手な人はあかんと思うわ。ビール、うまいな。うん、ちょっと待って、ほんまご飯がさ、今見たことない、下の方にあるから、ちょこれ取らんと、ちょっと下のご飯もちょっといってみますわ。これね、まあご飯はこんな感じなんで、いただきます。うん、そうやね、酢飯言うても、そのそこまで酢効いてるっていうのも、あっさりって、まあ、ほんのり 酢が効いてる感じだけど、どうでもいいんやけど、このほんまうなぎの量がすごいわ。これ見て、今ここ掘ったところやけど、掘ったところというんか、この掘れど掘れどうなぎが出てくるから、ほらほらこの辺ですわ。やっとご飯、ほらほらやっとご飯出てきた。これ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 、このご飯ね、うん、うん、うなぎ、うん、重いね、うまい。こんだけやっぱうなぎ入ったらうまいな。うん、うん、あ、今ちょっとこの掘ったら横の断面が見えてきたけど、断面すごいよこれ。ちょっと断面でババチンやけど、これ見て、このうなぎの分厚さ見てくれる？ほらこれすごい量やと思うやん。
ほんまこれごっついうなぎやな。たまらんわこれ。そら1500円とかするわの。うん、とこ。うん、これはうまい。おいしい。夏の新登場なあ。ね、あ、ここに枚数書いてあるわ。ここに普通のやつが5枚ね。で、こっち側のダブルが10枚、で、ここにトリプルが15枚いうことで書いてあるわ。だから、うなぎのこの、何ていうの、切ったやつ先食べたやんか、これが15枚入ってる。この、まあ、絵も美味しそうやけどね。見て見てこれ。でも、こういう商品があったら嬉しいな。うん、いうことで、ちょっともう、あれやわ、簡単にもビールいっぱいあげまうわ。すんげえボリュームあるわ、これ。たまらんど。うまいうまい。うん、うまいうまい。うなぎとこいとこ。あ、ちょっとうなぎもええけど、うなぎということは、簡単に山椒かける？あ、山椒がね、ちょっと、あ、おうかおうか、かかりすぎやな。いけるわ。よっしゃ。な、これで山椒やから、ちょっとこの上、こっち側をどいてもらって、この1枚、これね、これいっときましょう。んで、ご飯をしながら掘り出して、うん、だよな。やっぱうなぎうまいな。この甘だれとのその相性抜群やわ。たまらんな。うん、これ見てみて、ほらめっちゃうまそうやない。どこ、ああ落ちてもだ、落ちてもだ。いただきます。うん、このうなぎの垂れ具合見てこれ、ほらすごいわ。うん、うまい。今日はまた新作のビール買うたんで、いっとこう。ということで、お次のビール、これ札幌産の日本クラシカルっていうビール。こんなビール一応新商品で買っとったんで新商品だからな。ということで、行ってみましょう。どんなビールやろ。行くでい、チャラッと。まあまあ、色は、そうやな、4人たもんやな。同じのもんやな。うん。で、これもリキュールやったな、5% やな。で、さっきのは？さっきのも 5% か。5% ぐらいが一番、ね、飲みやすいかもわからんけど、このせいでうなぎ強烈やな、ほんまに。ちょっと、ガバッとこう、取ってみようか。ガバッとこんな感じで。うなぎとご飯と言っときます。うん、あ、これ今考えた、注文するときは電話で注文したんよ。でないとね、皆さん知ってると思うけど、スシローさんめちゃくちゃ人気やから、なんぼ持って帰る言うたかって、お店行ってから注文しとったらな、遅いねん。遅いというか、すぐできへんから、前もって先電話しとく方がいいよ。電話か、インターネットでも多分できると思うねん。で、僕その商品があるかなと思って電話したんやけども、そこで聞いたら、来られてから注文されても、提供するまでにやっぱり30分から1時間かかりますよ、言われたから、とか思って。で、最初電話したんやけども、ビールとこう。まずビール。ほんならもうヘラ並び。あ、これ苦いわ。ええー、感じのほろ苦さ、これ。日本クラシカル。うわー、これ、昔、ビターって書いてあるわ、ここに。ビター。うん。このほろ苦さ、ビーラーいう感じやわ。で、何の話してた？あ、そう。現地でもう、お店に入る人もそうなんかもわからんけど、やばい、こういう、コロナの時期やから皆さん持って帰る方が多いんかな。もう、ほんま、人だらけ。ほんで、やっぱり電話して、で、何時何時に来てください、言って、僕でも電話してから、何倍やろ、1時間ぐらい言われたんじゃんかな。僕ぐらいに来てくれたら、言って行ったんや。またそこでもいっぱい。うん。で、こうだよね。だから、この、寿司屋さんもこれ、あれじゃ、おうち晩酌というか、おうちで食べれるやつに力入れてるから、こんなん作ったんじゃ。これ、すごいわ、ほんまに。このうなぎの量よ、これ。おう。これすごい。で、そう、思ったんが、これご飯は大盛りできへんのかな。うん。うなぎは、確かに、
トリプルになってて、ほんまアホほど入ってるわ。でもその申し訳ないけど言うちゃ悪いけど、ご飯の量が多分このぐらい、半分売れちゃうかな。ほんであとみんなうなぎだから、これあの白飯も買うとこ方がええか分からへんな。うなぎが多すぎるから具材がすごいわ。うん、ということでビールビールビール。だから何を言いたいんやろ、これスシローさんのご関係の方はまあ見てくれへんってはんはれへんと思うけど、ご飯は大盛りとか特盛りってできへんのかな。そういう意味ではちょっとこのね、これ何よ、持って帰ってきた丼そのまま使ってんやけど、ちょっとこれが小ぶりかなっていう感じするんで、うなぎがバコほど入ってんのは分かったんやけども、ちょっとうなぎご飯の量がねどうかなと思うんやけど、うん、でもうなぎ大満足。うん、うまっ。うん、そこまで酢も気になれへんよ程度の酢飯やから、まあうまいな。これもうなぎ食いたいしね、最高や。まあただな、スシローさんで1520円言うたら安くはないからな、その辺をどう考えるかやけどな。でもこれうなぎの量は大満足やわ。はい、うめえなー。うん、たまりませんなこれ。うん、うまいうまい。ほらうなぎを一匹こうできてさ、バサッバサッとこう切って、ちょっとこうほんまのうなぎ屋さんみたいなのちょっと大きめに切るのもやけど、こういうね薄切り、薄切りっていうかまあそんな薄くはなかったけども、この薄切りをいっぱい切っていっぱい並べたら、これまた楽しいな。うん、おもろい。そうだよ、ほんま楽しい楽しい。うなぎうなぎいっぱいいっとこう。うん、ご飯が全然足らんもん。うまうまい。食べてみる。でもスシローさんもさ、スシローさんってでも一番メニューいろいろ考えてるんちゃう。うなぎの、あ、うなぎなんちゃう、お寿司の、お寿司のってなんで黙ってんの。お寿司の回転のそのするとこって僕スシローさんだけ行ったん。あと、あ、そうか、くら寿司さんも行ってないんか。え、前に動画あげたん、あれはスシローさんやと思うんやけど、え、スシローさん以外動画あげてなかったっけ。あ、そうかもしれんな。またぼちぼちお寿司屋さんも行こう。でもこれ今日こうできたあの状況見たら、とてもやないけどゴールデンタイムに入れる状況ちゃうからな。時間ずらしてさ、もう何2時3時4時とかさ、もうそのぐらい行かんと穴入られへんわ。めちゃくちゃ人気、このコロナのせいかどうかわからんけども。うん、でも今日はこの若いでしょ、どんぶりのメニュー、これお持ち帰り限定やからね。で、今日あのね、そう言うとこは、お持ち帰り、お持ち帰り限定で、これね期間があんね、7月8日からいつ8月1日まで、7月8日から8月1日まで、それ8月1日の中途半端やな。あ、日曜日やからか。7月8日から7月末でええんちゃうかなと思ったけど、パッと見て曜日見たら8月1日日曜日って書いてた、こんなそれからあのな、これ期間限定なんで、僕もたまたま見つけたんで、これひっ食べる価値あると思うで。うなぎの量すごいわ。うん、うまい。うん、うまい。すごいで、ほんま完食、めちゃくちゃうまいわこれ。いい、あー、また。ということで今日は何でもないただのうなぎ丼のトリプルが嬉しくって、うな丼トリプルで晩酌してみました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ということでごちそうさまでした。さよなら、バイバーイ。